それではナイキストについて紹介をします。ナイキストは1889年生まれのスウェーデンの研究者です。ベル研究所で研究を進めています。リジェネレーションセオリーという1932年の論文によってナイキストの安定判別法を提案しています。 これは周波数領域で安定性を図的に解析する手法です。ナイキストは1976年に亡くなっています。